残り時間はまだ27秒ありますので、渋谷ももう1回これ攻撃のチャンスがあります。この時間を使って攻撃をしていこうというのは琉球。渋谷対琉球ゴールデンキングスの一戦は第1クォーターを終えて5点差、琉球リードで第2クォーターへと向かいます。